普通ね、ドキュメンタリーってうちが掘りすぎなだけで普通掘らないですよ。あの、あれって、あの、ドキュメンタリーってなんで掘れないかっていうと、ドキュメンタリーの監督さんって基本、害虫じゃん。あれ、害のある虫の方じゃないよ。外に発注する方ね。その、チームがあります、<分>その中に、チームの中に広報部っていうのがあるわけじゃん。うん、この広報部が、外の映像とか、そういう人たちになんかつながりあるかなんかで、頼んで、この人たちがチームに入ってきて、撮らしてもらいますってやるのよ。で、わかりました、っつって。で、その中で撮ってさ、 どこ使ってどうやってどうするっていうのをまた作った映像とかを広報部に見せてあここ切ってくださいここどうしてくださいでこれが面白くなるにはチームの例えばドキュメンタリーのゴールとチームのどこを取るかっていうのを考えてそこに向かって取っていくかもしくは素材をバーって集めてって組むかじゃんで素材集めてって組むのってまあセンスじゃんでこれはなかなかこれをできる人っていないでしょだってセンスある人でサッカーのドキュメンタリー取る人でその仕事を受けてくれる人ってどんぐらいいるんだって話だし ってなるとじゃあゴールどこだってなるとサッカーそのラリーガのゴールって何なのじゃあ優勝チーム決まるまでかってなるとそのチームじゃあマドリー優勝しそうバルサ優勝しそうで、ね、そこに行ってでどういうところを使うかいやでもここはちょっとエグいんで使わないでくださいここは今後の補強に関わるんでうんぬかんぬってなったら結果取りためて優勝チーム決まった時にそこに関して移して良さそうな選手同士がちょっとちょっかい出し合ってたりとかじゃ,じゃれてたりとか。 ちょっと MV としてかっこいいところを映すだけになるじゃんだから無理なんだよねっていう何を教えてんだろうね俺は <laughs> だからう,うちの場合はその規模がちっちゃいのもあってオーナーと社長が監督とコーチもやっててで演者とドキュメンタリーの監督やってるのよ変なチームやオーナーと社長が監督とコーチやってドキュメンタリーの、まあ、コーチってあれしてないけど僕の、まあ、参謀的な役割ですからでドキュメンタリーの主役と監督やってるのよ だから結果え、どういうチーム作るんですかとかそういう話をしてじゃあ、どこ打つとどうしてこういうふうにやってじゃあ、この時期にこの選手の加入発表しましょうっていうそうだから、なんか自慢みたいに聞こえたら嫌だけどって言わなかったら聞こえないからどうなんだろう分かんねえな,いなこの場合の客観性でもまあ伝えたいことは変な人たちがやらないとでこれが <laughs> やってない方がお金になるっていうね <laughs>。 <laughs> だってそうじゃんドキュメンタリーの再生数いってない時とさ普通に部屋でこう喋ってさ生配信とかで試合見ながらわーって言ったり例えばこの配信とかで別に経費かかってないじゃないですか僕が部屋から喋ってるだけなんでこっちの方がお金にはなるわけじゃんだけどドキュメンタリーであれなかったらシュアーボの予算も,もっと少なくていいですからねでもあれないと来ない選手がいてとかそういうのはあるからそうだからあれも愛ですよね言ったらシュアーボ好きな人たちだからこそうんできてるっていうかねセルフやりがい作詞みたいになっちゃってるからな あカ鎌田のね、チームカムに怒ってたね。うまい系かフィジカル系かの話をしてるだけなのに、上手いやついないってそういう切り取り方されたみたいな。なんかあれだよな。ああいうのをいっぱい経験して、あ,あこの時大体こういう切り取り方されるな、みたいな。その経験値溜まってくんだよ。なんかね、あ,あそこだけ、ああ、わかるよっていう、その、なんかこの <laughs>、うん、そういうのいっぱいあったな、俺も、みたいな、そういう気持ちで見ちゃいましたけどね。マウント取りみたい聞こえちゃうけどな。あるよね、その切り取られ方、みたいな。 結果みんな X でつぶやかなくなるとか黒田さんが会見で話さなくなるみたいかあん中でおもろかったのがうまあ上手い系ってバルサで言ったら例えばペドリとかガビまあガビまあペドリとかって言ってガビは一回入れなかったの笑ったけど <laughs> その分かるけどっていうペドリの方がもっと相手見ながら繊細なテクニック見せてガビの方がもうちょっとその時のなんかこうガツガツ感でいくみたいなのあるじゃんあそこが一番面白かったけどねスポーツ系のドキュメンタリー作る仕事してるんでよく分かりますですよね いや、大変っすよね。だから他のチームのドキュメンタリーとか見てても、うわ、ここ入ってけねえよな、そりゃっていう。自分がそれをね、やってたりやってもらってる側だから、鎌田の YouTube チャンネル面白い。まあ、みんなが知れないね、サッカー界の闇というか、その本音みたいなの知れるからな。なんかその面白さと、自分が監督の立場だから、ああいう YouTube やる選手厄介だなっていう二つの気持ちになりますよね。うん、ただ ユーチューバーの僕の立場とああいうところで鎌田が発信してくれればくれるほど美味しいからどんどんやってくれって思いますよねイタリアのメディアがガチギレしてあっ鎌田のあれにどの部分だろうな画角が遠すぎるだろうだったらすごいいい怒り方だけど、ね、<laughs> 怒り方でもないけどでもなんか話してる口調とか友達と一緒にこういうの始めようぜっていう感じだよねまあ前聞いたのはねそれこそメディアに何回も同じこと喋るのきついからみたいな感じだけどねそれこそあのさっきね X の方でたけしさんがね石丸さんにしたアドバイスみたいな いやなんかほんと優しさと賢さ全部溢れてるよなあれもねこの文だとなんでそんなこと分かんないんだっていうような言葉でもちゃんと誠意を持って答えるようにしないと結構世の中動かないなっていうのはあるねっていうのこれ説教したみたいになったけどあの映像を見てもらうとあんたも大変だなっていうおいらもそれで苦しむけど、うん、みたいな感じのねだからそうやれっていう感じにはしてないんだよねそういうやつらに対してどうしていくかだよねっていう現にたけしさんの映画ってそういう分かんないやつら突き放すからね エンタメ系の作品は寄ってってのはあるけどそれでも説明方になんないからだからさんの映画ってバカが見ると意味わかんねえっていうそういうね楽しさがありますよね何が言ってあのクリスタルパレス見てる人は分かると思うけど343523で守備するやんこの523のプレスがあんまりね連動してないのよ人によってなのなんかあれなんだっけ後ろがねベテランあのー、例えばオリーセとか顕著なんだけど なんだっけな、あの、ララーナみたいなプレイヤーいるじゃん、金髪のさ、めっちゃ頑張るベテランみたいな人。あの人だとプレス書き行くんだけど、後ろがね、あの、若手の、あの、ソックス短い、ウォートンとかだと、後輩に言われてるから別にいいわ、みたいな。あ、ヒューズ、ヒューズ。だから結構ね、5 2さんでプレスの書き方とか言ってても、マジ選手って、めちゃくちゃ徹底しないと気分だし、僕もシュワーブ入れる選手ちゃんと選んでいい子たちがいるから、で、う,うちの場合は僕がオーナーでもあるんです、す従わなかったらダメじゃん。 な,なんだけど普通に雇われ監督で、えー、スター選手いたらこれやれっつってもやんないのよ絶対だから普通にあのクリスタルパレス見てるとこれプレスハマってるようでハマってないなってシーンバンバンあ,あ,あるんですよでただホジソンの時よりも全体の連動はまだあるし何より4バックより5バックだからマイプレがうまく効かなくてもちゃんとバケツでかいから大丈夫っていう5バックで。 でこれをフランクフルートの時みたいに連動した守備にするには分かってるやつ取るのがでかいんですよ。だって僕自分のチームでもさ昔とかさリベンジャーズでうまくいってないとレイン一人入れるだけで全然変わったじゃんボールの回し方。ああいうのが起きるんですよ。だから鎌田が入ることによってグラスナーがやりたいことというかこうすればプレスはまんのにみたいなではまんねえみたいな現象が結構少なくなりますね。でボランチかシャドウかって言ったら多分シャドウじゃないかそのエセとオリーセがどっちも遺跡の噂あるからそこに入るんじゃないかなって思ってますね。 でウォートンとか使うばウォートンあの守備側のボランチとある程度自由を保障されてるボランチのこの自由側ウォートン側の選手だったら鎌田務められると思うね、うん、でこの人によって戦術理解度の差が大きいチームでマジで今チーム乗ってるからあのアストンビラーにめっちゃ点取れてるからみんなテンション上がっていってるなみたいな時と「うわもうこれボルトレーニングがしんどいから行くのやめようぜ」みたいな時がめっちゃあるのよパレスって。 そういうい感じだからもう本当にっていうかパレスっぽい選手っているじゃんエゼみたいな選手昔だったらザハとかドクとかめっちゃパレスっぽいじゃんであのパレスっぽい選手って本当にピッチ上11人いたら8人ぐらいパレスっぽいじゃんあこの人パレスだなみたいなでドクとかパレスいそうでいない選手だけどこの人パレスいたでしょうか選手権とかクイズできるぐらいパレスってパレスっぽい選手いるじゃん フィジカルあって、サッカーのはそんな高くないけど、ボール渡した時に時々すごいプレイするみたいなさ。で、ああいう子たち。で、ほんと、クラブ自体も、この、ダイヤの原石みたいな感じで、次売れたらお金になるから、優勝しなくてもそういう選手抱えるのがいいっていう戦略だと思うんですよ。で、そういう時に、そういうところで監督やるって戦術徹底させるのめっちゃ大変じゃん。で、そのチームにみんな行くのをイメージして、みんながこう、鎌田ビジョンで鎌田にダイブしてみ。 ダイブして、行っった時にパレスっぽい選手ばっかほぼい,いんだよ。ちゃんと戦術的な話だったりとかその理にかなった話できんのはもうそのヒューズだったりとかアンデルセンみたいな選手とか決まった人だけみたいなめっちゃ馴染むのきついじゃんで鎌田なんで来たかっていうとグラスナーだから来てんだよ グラスナーがカマダしい、カマダいたらもっと勝てるからって来てるわけよ。またお金もね、移設金とかかからなくて安いしみたいな。ってなると、カマダはマジで頑張らなきゃいけない。普通に活躍するんじゃなくて、グラスナーが解任されたら鎌田、カマダのタッチば、ぐるーんだから。もうグラスナーの後にまたホジソンみたいな監督来たり、カマダと合わない監督来たら、すぐ戦力外よ。別にだって、ね、高い金で売れるわけじゃないし。だから今までのカマダの頑張りが、まあ、ねえ、 鎌田のタイプってさもう俺一番うまいし使ってくれたらみたいな感じじゃんじゃなくてもう本当にこのボスをグラスナー解任させたら俺の居場所なくなるってぐらい頑張んないといけないっていうじゃないと鎌田のところにその身体能力系のダイヤの原石使った方がいいんだからそうだからクラブと環境に馴染めるかそして馴染めなくても鎌田が歯食いしばれるか いいやこいつ話できないとあいつ乗りだしうわ何なんだよここでパス受けるとこだみたいな鎌田が自分正しいこいつらおかしいでやったらもうおかしいんだからだって全員が個人昇格狙うみたいなチームだからパレスってそう全員が個人昇格狙う中でもう本当にその鎌田自身がもうグラスナーのために頑張んないともう自分もグラスナーと心中しちゃうっていう感じでいかなきゃいけないって話だ 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。